なんでスイッチからに逃げる逃げるって何？スイッチやらなかったら逃げなんだよなんかでもツイッチってさ新規増えねえじゃん結局そのうんこちゃんが連れてきたリスナーを食い合ってだけでしょあそこ新規増えねえから意味ねえよああ <laughs> <laughs> っっうんこちゃんのファンに受けることしなきゃいけねえじゃん今でもそういう認識なんだけど違うの今ってあと広告連なんか広告長すぎてうぜえし SV 出た頃はスイッチよく使ってた。あ、そうだっけやってたっけ ?SV の頃。あの、なんか、ストロークとか、なんかやってたっけ今,今日がある。こんなさ、配信中にさ、サムネ作ったりできないっしょツイ,スイッチとかで。そんなことしようもんならもう、は、なにこいつってって。クソ荒らされるじゃん。てか、普通に、あの、同説が減るじゃん。順行くわ、みたいな。<laughs> もうそれしんどいの、ツイッチは。ツイッチそれひどいそれしんどくないツイッチはシゲの案件で数字漏れるの確定した。なんか、なんかあったよね。なんか、なんだっけオ、オニアがなんか案件かなんかで、水増えされたみたいな切り抜きは見たわ。今日はシゲ4000人いた。別にしシゲさんとあの DJ のシゲさんでしょ。別に4000人集まるっしょ。シゲさんって。その、まあ、なんだろう。が噛み合い次第だけど、そのシゲさんのアベレージとかわかんないけどさ。 別に4000人ぐらい集まるんじゃないの集まるポテンシャルはでもあるでしょあ、いつも1000人いや、でもいつも1000人。いや、1000人がアベレージだったら別にスイッチなら行くよ、4000人ぐらい。あのサイトめちゃくちゃ流動性があるから、アベレージが1000いかないぐらいだとしても別に4000人集まるってことは別に、おかしくないと思うけど、それで、それ、ね、それを水増しってなんで言われるのそれ。てかお前らマジで詳しいな、その視聴、その配信者のさ、同説とかさ。 お前4000いかないじゃんあ。ごめんなさい、僕 YouTube のあの平均しょ、あの動説数3万人なんですいません。僕 Twitch も平均1万人なんですいません。配信者が Twitch 行けばそのファンも、えー、その Twitch 行くだけだろう。カードがついてきた少を食い合うって何をこっかって言ってるの。えー、なんかコメントの雰囲気が。誰の配信枠見てもだってうんこちゃんみたいなコメ欄だもん。だからもう Twitch はそういうサイトだ俺,俺は今 Twitch はやっぱうんこちゃんのサイトだと思ってる。うんこちゃんかそれ以外のそのストリーマーズ 釈迦さんとか。そのどっちか。っていうイメージしかまじない。いや、ツイッチはね、だから。他分かんないけど。持ち上げす、ぎとかじゃなくて、あのー、<laughs> 持ちでで、持ち上げすぎ。お前, <laughs> お前、お前、お前が牛虫ですか <laughs> だってもう俺今、うんこちゃんのファンからもさ、ラストの一件で嫌われてさ、無人島でさ、何、モコとかやついらなくねって言われてんじゃん。 加藤さん同説押してる。ま、あそれで、うんこちゃん別に、だってそんな、あれじゃないやるゲーム読んじゃないの普通なんか雑談とかしてたら3万人が見に来るんじゃん、うんこちゃん。じゃあお前はおえちゃんの配信見るためにキック登録者って言ったけど、他のキック配信者見てるのかいや、見ない見ない見ない。だってキックの配信者別にいないもん、日本人が。キックは別におえちゃん見るためだけに入れてるけど。いや、俺なんかその、好きじゃねえわうんこちゃんを、その、なんか、 軽視するノリ <laughs> それ好きじゃねえわ。やっぱどうしても根底に、俺やっぱうんこちゃんが、た、土を耕したって俺思っちゃってるな。配信っていうその食い縁の、土を耕したの俺う、うんこちゃんと思っちゃってんだよな。それこれって洗脳されてんの俺。これ洗脳なのこれ。釈迦とスタノの方がどうせそうけど、だそ、それも別に、その、 時何をしてるかにんじゃない、まあ、その中スイッチのそのストリーマーさんの周りはまた別のコミュニティがあるとは思ってる良くも悪くもみんな面白いことしたら盛り上げてくれていやつまんないことしたら叩かれるじゃん,なんかそういう,こうな何でも言ってくれる視聴者配信とかで何でもこう自由にこうなんだろうフランクにさか,かける空気空気感っていうのはやっぱ俺うんこじゃん が持っってきただだと俺思っちゃうんだよね実際それが暗黒とうんこちゃんだよ。まあだ,だと思うよ。なんでモコーさんは配信者の話題しか話話せたんですか <laughs> え、みんなが好きそうだからじゃん。みんなが好きそうな話題を自分から振っていあげてあげてるんだけど、な、何が不満なのいいのじゃあ俺が一生野球の話してて。 お前嫌がるじゃん、俺の話。そういう誰が流行らしたとか、誰が高橋とか言ってるのがもう筋違いなんだよ。個人にそんな力はない。緑も加藤も他人より先に、生まれて他人より先に、<laughs> いや、そんなことはないな。別にそれで言ったら先にやってた人なんて別にもっといるじゃん、他に。<laughs> もっと腐るほどいんだよでも特別なんだやっぱ緑さんとか。加藤淳一のカリスマ性。俺もね。うん。俺はポケモン実況界隈を疑わしたから。今ポケモンの実況やったやつは全員俺の後輩だから。 あいつら、みんな俺のモノマネみんな俺のモノマネでみんな俺の後輩だからこいつもう洗脳済みか <laughs> これが洗脳って言われたらもう別に洗脳されてるでええわお前来週マカオで見といて加藤に会うからお世辞言ってはぶれいやお世辞とかじゃ何でもないなただなんか別に俺はさもうそのなんだろうもうなんか動画あげるのに必死だからさ あれだけどさ、その身を置いてないから、そういう環境に。なんかそのみんなのコメントとか読んでると、なんかすげえ、あれじゃん。軽視してんじゃん。んその風潮がマジで俺、理解できないっていう。警視も何も、会話でも変な奴しかここ見てないんだから、そういう話題したら、こ、そんなコメントあれがんだ。何変な奴って。じゃあやっぱ俺のファンいねえんじゃん。俺のファンはいないってことだでしょ、配信に。じゃあみんなうんこちゃんのファンなんじゃん、結局。ねえ。 みんながチクラだのなんだのさ、カッサンだのさ、そういう話題ばっかじゃん。結局生配信でムンコちゃんのファンかそれそれ以外かいねえんだよ。意味ねえんだよ、だから。だからもう自分向けの配信したい時はもう YouTube でやるけど、そのやっぱ YouTube はね、え、やマジでもう腰が重い。YouTube の配信は。やっぱ YouTube の子たちは本当に純粋な子が多いから、下手な配信できないし、海外で不倫したととわずか2ヶ月後に一緒に海外行くのってどんな神経してるの、くさんに悪く思わないの <laughs>。それ全員言ってこいよ、じゃあ。 一緒に行く配信者全員に。多分誰からも相手されねえぞお前、おめお前の系統って洗脳されやすいんだろうな、客観視してみろよ。客観視なんて本当の意味で誰もできないと思うんだよね。お前はじゃあ自分を客観視できるのかできねえんだよ。自分なんだから。自分なんだから自分の目線でしか語れねえから。その客観視できてると思ってる奴はお、できてると思って思い込んでるだけであって、本当の意味の客観視なんかできないから、誰も。 加藤さんそれだけ崇拝してるのに、カツマト見たり、ナシミンを滅ぼしたらお前、カツマトって何知らないふりって何でと、どれだよあ、サンマのまとめみたいな。な、何サンマのまとめって。あの、あれか、無人島のまとめみたいな動画か。あれはだっておもれじゃん。おもれっていうか、あれはなんか突っ込みどころ満載でおもろかったからじゃん。あれはあれで別に面白くないあれクソ笑ったけどな。あんな突っ込みどころだらけの動画をさ、あんなの見て楽しむ意があんのかよ。 もったいないだろ、あんな、あれ、あれ、あ,あれをその楽しめるやつは、お前もったいなくない別に俺、うんこちゃんがめっちゃ好きだけど、カツマと見て面白がってたらアンチって言われるの納得いかないよな。もう確かにな。なんでそれがアンチなのわ,わけわかんない。やっぱ頭おかしいんだな。ここの会話の視聴者は自分の人生と向き合ってないから、配信者に自己投影して現実投影してる <laughs>。やけにみんな詳しいよな、配信者の事情に。最近誰々がこういうことあったとか、なんかさ、数字がどうとかさ。 自分の人生の心配しろよな。かずっとなんかツイッチとかに張り付いて見てんでしょ。で、うんこちゃんが終わったからおい来てやったぞとか、うんこ終わったから来たぞとかさ、常にその誰かしらの配信を垂れ流してんだよな、こうてコメント見ながら、かぶりつくようにさ、自分の人生に向き合わずにさ、スマホに向き合ってんでしょ、だって。お前にしか興味ないよ。ありがとうございます。それ言われちゃったら俺ももう、 キュンってしちゃうわ。配信見てる視聴者を敵に回してどうしたいの別になんて。敵に回すなんの今のが。別に俺、うんこちゃんに別にこびてないんだよな。こびる必要ねえじゃん。やってること違うんだから。動画と配信で。こびる理由がなくない俺、うんこちゃんに。